2016年4月30日、22時22分。俺氏、父親の遺品に泣くすれ。父親が先月死んだ。話すあてがないので、ここに書き込ませてもらいます。お悔やみ申し上げます。ありがとうございます。ご冥福をお祈りします。ありがとうございます。とりあえずスペック。自分、23歳。看護師志望。父親、去年55歳。肝臓癌だったようです。55は早いね。小学生の時から看護師になることが夢だった。可愛いナース服とか、病気で不安な時も笑顔で話しかけてくれる優しさとか、すべてが自分の憧れだったんだ。だからもちろん、高校生になっていよいよ進路、という時、とある国立大学の看護学部に行きたい、と親に話したんだ。私の努力を誰よりも認めてくれていた親だ。きっと応援していてくれるだろうと思っていた。だが、ダメだった。父親が反対してきたんだ。ここからは看護師や看護師志望の学生さんたちに大変失礼な話になるから申し訳ない。父親の意見は、せっかく良い私立に入ることができたのに、なんだってそんなに汚い仕事に就こうとするんだ。看護師になるくらいなら医者を目指せ。というものだった。その時のことは今でも鮮明に覚えている。泣き叫びながら父親に殴りかかったっけ。実の親に対して、とんでもない暴言も吐いた。結局私は父親に一発殴られた後母親にたしなめられ、自室に戻って泣きながら寝た。この時から、私は父親を嫌い始めるようになった。皆さん、お気遣いありがとうございます。ただでさえ文才がない上今も動揺しておりますが、どうかお付き合いください。ゆっくりでいいよ。ありがとうございます。女？女ですよ。落ち着いてからでも大丈夫だよ。ありがとうございます。まず、父親と二人きりで外出しようとしなかった。母を交えて三人で出かけることはあっても、父親と目は合わさない。ツーショットなんてもってのほか。そして、父親の前では意地でも笑顔を見せなかった。母親が冗談を言っても父親がでっかいおならをしても、M1 グランプリが放送されていても、なんというか、こうして書き出してみるとなんてつまらない意地だったんだろうという感じがする。だが、当時の私には私なりのプライドがあった。父が看護師という職業を見直して私に謝ってくれるまでは、何としてでも意地を張り続けなければならないと思い込んでいた。しかし、結局父から私への謝罪はないまま、私は家を出た。ちなみに、私から父に謝る気もさらさらなかった。見事第一志望校に受かり、看護学を修めるために一人暮らしをすることになったのだ。出発の日、見送りに来てくれたのは母親と飼い犬だけ。ああ、私はこれでお父さんと絶縁しちゃうんだろうな。お父さん、バイバイ、とぼんやり考えながら飛行機に乗った。あれだけ父親に嫌がらせをしていたくせに、この時だけは年がいもなく、ぼろっと泣いてしまった。あの時、名前も知らない私を慰めてくれた隣の席のご夫妻、ありがとうございました。立派なナースになりなさいね。と言ってくださったことは今でも忘れません。元気出せよ、お前らしくないぞ。ありがとう。お茶入れてからまた来ます。こういう状況だと他人の温かさって偉大だよね。いる人がいなくなるってのはやっぱり悲しいよ。ただいま、続きです。大学生活は本当に楽しかった。ずっと学びたかった勉強を教えてくれる先生がいる。同じ志を持って高め合える友達がいる。看護師になった先輩の、地元では決して聞けなかっただろうリアルな話を聞くこともできた。充実した毎日だったが、私にはわだかまりがあった。父のことだ。この頃にはもう、私は自分の行いを猛省していた。あくまでも私のことを心配してくれていた親に暴力を振るい、暴言を吐き、長くにわたって辛く当たってきた。実家に帰る機会はきちんとあったので、その度に今日こそはきちんと謝ろう、と決心していたが、いざ父の顔を見るとどうしても素直に謝れないんだ。たった一言、ごめんなさい、というだけなのに。そんな中、初めに書いた通り父親が急逝した。急と言っても私が父の病状を知らなかっただけなんだけどね。母曰く、余命宣告は受けており父本人もそれを知っていたが、娘には絶対に知らせないでくれ。と頼み込まれていたために、私に最後まで連絡できなかったということだった。それを聞いて、大変な身勝手だが、心がえぐられるような気持ちがした。やっぱり父は私のことを恨んでいたんだ。父も私とは絶縁した気でいたんだ、と。私は心のどこかで父に甘えていたクズだったんだと思う。実はとっくに許してもらえているんじゃないか？と高をくくっていたんだ。私は父の葬儀のためにしばらく実家にいたが、親が死んだ、という実感はなかなか湧かなかったな。父が使っていたベッドはやっぱり父の匂いがしたし、父が作ってくれた犬用ベッドも私が家を出た時のままそこにあった。葬儀も淡々と取り行われ、私は特に取り乱さなかった。そしていよいよ明日私が帰るという日の就寝前に、母親が私を呼び出した。
寝る前にリビングに呼び出されて、ここに座りなさい。なんて言われるもんだから、父に代わって恨み事でも言われるのだろうかと内心ビクビクして座っていた。母が取り出したのは、新品ピカピカ、綺麗な桜色のナースサンダルだった。しかも、高級なやつ。いつまでもうつむいて黙っている母に、これどうしたの？もしかして私に買ってくれたの？と聞くと、それはお父さんからのプレゼントよ、と返ってきた。聞いた瞬間、大粒の涙が目からこぼれたのがわかった。嘘だ。あんなに看護師になることに反対していたじゃないか。母は、その他にも次々といろいろな品物を出してきた。万年筆、ちょっと高級な財布、いかにも女子大生が好みそうなデザインの可愛い腕時計、飼い犬によく似た大きなぬいぐるみ。これが誕生日プレゼント、これがおひな祭り、これが入学祝い、これがクリスマスプレゼント。説明する母の声は震えていた。涙腺大崩壊。あれ？このスマホなんで画面が濡れてんだ？拭いても取れねえや。赤ん坊だった時以来初めて、私は泣き叫んだ。後悔が波のように押し寄せてきた。友達と喧嘩をすると、いつも私の味方になってくれた。勉強を教えてくれた。いろいろなところに連れて行ってくれた。美味しいものをたくさん食べさせてくれた。私が赤ん坊だった時、どっちが私のおむつを買えるかでお母さんとよく喧嘩してたんだよね。浪人してヘトヘトだった私の体を気遣って、勢いで電気毛布まで買ってきた父。それを私はあだで返した。本当は好きで好きでたまらなかったのに。また一緒にお出かけしたかった。ママに内緒でキスしたかった。パパ大好きって、年がいなく言いたかった。でも、それは私のつまらない意地のせいで二度と叶わないものになった。帰省した時の、ミオ、昼飯食いに行こうや。というあの不愛想な父の声が、こんなにもかけがえのないものだったなんて、父が生きていた時には考えもしなかった。長い間言えなかったけど、お父さん、ごめんなさい。不愛想だけど真摯なお父さんのことだから、あっちでは新しい友達と仲良くやっていることでしょう。次もしお父さんの元に生まれ変わることができたら、きっともっと素直で親思いな子供になってみせます。それと、ありがとう。私はもうすぐ、念願かなって看護師として働き始めます。お父さんがくれたサンダルがボロボロになる日も近いかも。勝手ですが、どうか見守っていてください。ここまで私の愚痴に付き合ってくださった皆さん、父を悼んでくださった皆さん、ありがとうございました。私が言えたことでは到底ありませんが、皆さんはどうかご両親を大切になさってください。ミオ、いい年越えて父親とキスは異常だぞ。そうか？人によっては当たり前と思ってたんだけど、西洋かぶれかな。お父さんは全てわかってるよ。だって55年も生きたし親だしね。板挟みのお母さんも辛かったんじゃないかな？支え合って仲良くね。ありがとう。父親にできなかった分、母親に存分に親孝行するつもり。今の時期は心の内を吐き出すというのも大事なことだな。聞いてくれてありがとうね。子供がなりたいものを全力で否定する親もよくわからんな。バンドマンとかならまだしも。親の反対くらいで辞める奴はどっちにしろ中途半端で終わるからだよ。反対を仕切って引くに引けない状態になれば簡単には逃げれないだろ。看護婦、あえて降格、は昔から産経職に挙げられてたし、医者と看護師、患者の関係というのを考えた時になれるなら医者になれという意見はうなずくところはある。後腐れがちょっとで済むくらいの悟しにしておいた方が良かったとは思うが。親孝行、したい時には、昔からよく言うけど、子供には親心わからないものよね。